こんにちは、速稼塾の久保です。今回ね、高級石焼き芋さんにご質問いただきました。ご覧のような背景に東京という文字があるそうなんですけども、私が見るところね、ないんですよ。ほんで東京ね、東京は私あんまり用事がないですね。まあ柴又、葛飾柴又ぐらいは大好きですけどもね。そしてその後、これはね、なんで東京という掛け軸があるっていうふうに思われたのか分かんないんですけど、全くないんですよ。東京という文字もちょっとどこにあるのか分かんないんですけども、よろしかったらもう一回説明をいただきたいなと思うところでございます。でですね、地元愛があるのかとかね、地方の時代だという割には地方をね、押してないとかね、それから福山の名産ってなんだとかね、もしね、こうやって画面を撮るんだったら福山城をバックにした方がいいんじゃないかっていうのがありますけども、これね、私あんまり考えてないんですよね。というのは、商売をしてるわけじゃないんで、私はもう何も縛られずにゆるくやってるんですよね。でもこれからビジネスをされたい方とか、なんかアクセスを集めたいとか、自分が人気者になりたい方は地方の魅力に乗っかった方がいいとは思います。ただ地方ってのはこれから地方都市が人口の減少によって維持できなくなる可能性がありますので、どこでも地方ならいいのかってことはそうではないと思いますね。ここはね、地方戦略をしたい方に対しては私はまた個別でね、いろいろとお話していこうかと思いますけども、でもどうなんですかね。私は東京にいるメリットデメリット、地方で過ごすメリットデメリット考えた時に、まあ地方の方がいいんじゃないかなと思いますけどもね。でも東京に行って激しい競争に揉まれたい方は東京でやればいいと思います。で、私こと速稼塾が、私久保哲郎がね、資産を作ったのは東京ではないんですよ。東京では全く私は資産は作れてません、地方だけで作りました。ですんで、私の経験からこれは確かだと言えるのは、私の人生において私をもたらしてくれたのは、私に資産をもたらしてくれたのは地方です。広島県です。それだけなんですよ。でも私以外の方は地方が合わないかもしれません。東京とかね、大阪とかね、もしかしたら愛知、名古屋とか大都市が似合うのかもしれません。そこは一人一人みんな違います。私がうまくいったから、そのやり方がみんなね 100% 同じことをやったら 100% 同じ結果が出るかどうか、それは分かりません。もともとその、体験とかね、経験とかビジネスとか人生に再現性ってものを求めるのがおかしいんですよ。で、再現性を 100% に近づけるために、あなたが何をするのかってところが努力であったり、まあ学習であったりね、体験であったりするわけなんですよね。だから努力や学習や体験なく、丸々コピーして同じ結果が出るっていうふうに考えていくと、これは大きなミスリードになります。なんでこういう考え方になるかっていうと、やっぱりね、これはね、日本の教育に原因があると思います。同じように勉強して同じようなテストの点取れば、大体このぐらいの偏差値の高校や大学に入るんじゃないですかって言われて、それを目標に勉強するでしょ。それをビジネスとかね、人生とか社会とか恋愛みたいな不確定要素がほぼ9割、いや10割と言ってもいいですかね、そんな世界に同じようなロジック持ち込むからおかしいんですよ。受験が終わったら学んだ通りにやれば正しい結果が出るって思うのは、もうそれは子供のうちだけです。この社会というものに触れる以上、自分が真面目にやっても報われないってことは山ほどあるんですよ。ご経験ですよね。そして真面目にやってないのに、もうなんかね、持ち上げられちゃって、もう雲の上に行くってこともこれまたあるんですよ、ね、星の王子様みたいな、ね、そんなストーリーもあるわけですよ。だからね、何かを頑張るのが私は無駄だとは言いませんけども、それだけが答えではないってことは、これからも発信していこうと思います。回答はですね、100人いれば100通り、1000人いれば1000通り違うんですよ。でもきっと自分の幸せや自分の人生を構築するのは、誰かに変わってもらうことではなくて、誰かにコーディネート、デザインしてもらうものではなくて、痛み、苦しみ、悩み、喜び、自分でそこに向かっていくもんだと思うんですよね。その時のきっかけ、もしくは勇気づける、そのね、一つの要素として私が何かね、お手伝いできることがあれば、瞬間的に稼がせるってことぐらいはできますし、瞬間的に気持ちをね、モチベートするってこともできますし、一緒にいて慰めるってこともできます。でも、所詮はこれはですね、幻想なんですよ。誰か他人の力によって自分の力が大きくなったような気がするだけで、自分の人生や自分の内側の人生、それからね、内側の圧力を上げていくのは、やっぱりね、自分しかないんですよ。どんなに周りで励ましても、その当の本人がですね、徹底的に落ち込むことが上手だったら何も生まれません。でも逆にですね、多くの方が邪魔をしても、エネルギーがむちゃくちゃある人に対しては効かないんですよ。
ね、どんだけ叩かれても逆に叩かれたことによって成長しちゃうんですよね。でこれをねこれからも私は伝えていくことが速稼塾の大きなミッションだと思います。それではね、回答になってないかもしれませんけども、すいません、ご質問の一つ目ね、東京って文字がないような気がするんで、すいません、ここは分かりません、答えられません。あと地元愛があるのかどうかっていうと、私はね、この地球が全部地元です。これが答えです。どこに行ってもそこを愛する、住めば都精神が私久保哲郎でございます。ですんでね、こういった特定の地域だけが素晴らしいということもないですし、47都道府県回って思うこと、それはですね、全ての地区に全ての良さがある、違った良さがある、どこ一つとっても比較にできないぐらい一番だということなんですよ。以上でございます。本当にこのシリーズね、楽しかったです。もっともっと続きをやっていただきたいと思いますし、この動画をご覧の皆様、ぜひね、同じようなシリーズで私のことをね、追い詰めてください。よろしくお願いします。では、失礼します。ありがとうございます。高級石焼きむさん。またメッセージ待ってますよ。必ず、必ず、必ず送ってくださいね。では、失礼します。